松本人志爆笑笑いのセンス抜群の TikToker ーーから圧倒的信頼度美容系 YouTuber まで24年注目の超美貌 Z 世代を選出魅力は本音での発信トレンドアナリストが解説2024年もいよいよスタート最近は SNS で話題になり活躍の幅を広げるモデルやタレント アーティストも珍しくなくなった。23年の流行語対象候補には、中学生6人組 YouTuber、ジョンマゲコゾウが、メンバーの一人であるひき肉の自己紹介セリフ、ひき肉です、とともにランクイン。そうした中で縁の注目株は誰なのか。SNS 上で話題になっている人やものに、日々注目しているトレンドアナリストの、大田巻子氏に、 24年さらなるブレイクが期待できる Z 世代のインフルエンサーを挙げてもらった。今や地上波テレビへの進出や幅広い芸能活動を行うインフルエンサーたち。そんな中でも YouTube や TikTok といった動画メディアで活躍し、特に圧倒的な美貌を誇る3社を大田氏が解説する。知っておかないと取り残されてしまうかも。ナンバー1 二のうち二。17歳の南、なみ、12歳でスタートした TikTok フォロワー数は200。みなみは山梨県出身、06年8月19日生まれの17歳。姉が TikTok アプリを楽しく眺めているのを見た影響で、18年3月に TikTok での活動を開始。同じ年の7月には、Instagram での投稿もスタートさせている。 するとユーチューバー事務所にスカウトされ、YouTube での動画投稿も始まった。南が21年3月に対処したユーチューバープロダクション VAZ が運営し、小中高生が出演する YouTube バラエティ番組メルプチ。では19年1月から21年5月までレギュラーを務めたほか、ファッションイベント CT2019 インターに出演するなど、 SNS に登場して以来爆速でティーンからの支持を得続けている。持ち前のキュートなルックスだけでなく、12歳で TikTok を利用し始めた当初からカメラワークや表情を徹底的に研究、視聴者を魅了する動画を投稿しているみなみ。解説当初から毎日更新している TikTok アカウントは260万人、24年1月3日時点。 イカドをモのフォロワー数を誇る。また、チャンネル登録者数九十六点九万人の YouTube で披露するダンス動画も人気で、再生回数トップ3はすべてダンス動画。才能を感じさせる。十二から十三歳時点ですでに抜群の存在感を持っていた南さん。スウェットを着こなすスポーティーなファッションセンスや愛らしいダンスが目を引きます。 23年7月にはデジタルシングル、繋いだてでメジャーデビューを果たすや、自身の YouTube で MV を公開。24年1月時点で174万回再生を誇るなど、活動の幅を広げている印象です。また YouTube のサブチャンネル、南家は現在1歳年上の姉なつきさんを中心に運営されている。 南さんはもちろん4歳下の妹るイカさんや母親も母娘全員が美人と話題に。こちらも27.6万人の登録者とサブチャンネルとしては規模が大きく、ファミリーを応援している層が厚いことが伺えます。今後はファミリーとしての仕事も増えるかもしれません。前室の大田氏。